トマス・コール、1844から48年頃、人生の航路は、アメリカのハドソン・リバー派の画家トマス・コールによって1842年に、描かれた人間の宗教的な救済をテーマとする4枚の連作で、人間の誕生から死に至るまでの一生が船旅に、例えて展開される。人生の4つの段階、幼年、青年、壮年、老年期の偶意を表す4枚の絵画は、 19世紀半ばのアメリカのアラノを人生の4つの段階を象徴する式に対応した風景の中守護天使に伴われた旅人が生命の川を旅する人生のコールシリーズは次の4作品で構成されている気の合う二人アッシャー・デュランド1849年トマス・コールは19世紀半ばに盛んとなったアメリカの芸術運動派ドソン・リバー派の創始者と 見なされていると同時に、自然の写実的かつ詳細な描写ではなく、ロマン主義からの強い影響力を受けている。アメリカ風景画家のこのグループは1825年から1870年にかけて活動したが、彼らは国家への誇りとともに、米国に見られる他国には類を見ない自然の美しさへの称賛も共有していた。アメリカに見られる未開で荒々しい自然は、 アメリカの特徴とみなした、すなわちヨーロッパには古代遺跡があるが、アメリカには未知の荒野が存在すると、コールの友人で詩人のウィリアム・カレン・ブライアントが死で、コールが絵画でこれらの自然を称えた。彼らは、自然は神の作品であり、醜い物質主義がはびこる都会からの避難場所とみなしていた。そして、ブライアントは1848年のコールの葬儀の長辞で、 初期の彼の作品を眺めた時の感動を私ははっきりと思い起こす。我が国土だけに見られる未開の荘厳な光景の上に私たちの目を運んでくれる作品を眺めるとき湧き起こる喜び。千古不斧の森に覆われた三霊、我が国独特の気候が作り上げた早急の深い輝き。コールしか描くことのできなかった様々な空。そしてその澄み切った深淵の中に あなたの矢は吸い込まれてゆくのだ。と述べている。コールの人生の航路は明らかに風景画を用いた宗教的信仰の狂いであり、それを教訓的で道徳を高めるための絵画のシリーズとすることを意図している。完成した人生の航路作品は公共の展覧会に出展することに関して委員会と所有書の間で意見が一致しなかった。1842年に コールのローマ滞在中に同じが大の第二の作品を作成したが、それは帰国後アメリカで高い評価を得ることができた。現在の第1組はニューヨーク州ユーティカのマンソン・ウィリアム・プロクター美術研究所に第2の組はワシントン DC のナショナルギャラリーの収蔵品である。コールは帝国の工房の歴史という壮大なテーマを扱った帝国の推移を描き、 二番目の大作、人生の航路では、人間の宗教的な救済がテーマとなっている。今度は四枚の連作であり、人間の誕生から死に至るまでの一生を船旅に、例えて展開している。四枚の作品は、それぞれの画面に、前作の情景を残しながら、鎖のように繋がっており、我々の人生は結局繰り返しに過ぎないことを暗示しているかのようである。幼年期第一の絵。 幼年期には、旅人、天使、川、そして表現力豊かな風景など物語の重要な要素が導入すべてされている。緑豊かな風景の中、穏やかで暖かい日差しを浴びながら幼児は、天使が導く小舟に向くで子供の頃の喜びを反映しているように安全に安座されている。小舟は、コール自身が述べている、私たちのこの世の起源、 そして神秘的な過去を象徴する暗いゴツゴツした洞窟から外に滑り出る。穏やかに流れる小川は小児が保護されている状態を象徴している。また選手には時間を象徴する砂時計を手に持つ選手像が飾られている。青年期第2の絵。青年期は幼年期と同じく緑豊かな風景が広がっているが、旅人の経験が深くなったことを象徴し、 画面の視界が広がっている。天使が見守る中、若者は今や家事をしっかりと握って、小舟をコントロールし波打つ騎士から出発していく。彼の前方に手を突き出すポーズと渦巻くような服の模様から若者が熱意とエネルギーを持っているのは明白である。遠くの空には若者の野心と夢を表す白く揺らめく、光のような幻の城が浮かび上がっている。若者には、 穏やかな川がそのまままっすぐに城までつながると見えるが、絵の右端にちらっと垣間見える川は、次第に荒々しくなり、波立ち、岩だらけになるのが見て取れる。コールは、風景と若者の野心について、絵の風景その清流、その高尚な木々、その高くそびえる山々、その無限の距離、透明な雰囲気、これらの風景が若々しい想像のロマンチックな美しさを醸し出し、 平常な精神を壮大な気分に導く。そして、それを実際に経験する前に、何が事実かを教えるとコメントしている。なお、この絵は、スウェーデンのドゥームメタルバンドキャンドルマスのアルバムエンシェントドリームスのジャケットとして使用された。壮年期次の絵、壮年期では、若者から大人へと成長し、今、人生の試練に直面する旅人が描かれている。 青年期での暖かい日差しは、暗い嵐の空と豪雨に変わり、風にさらされた不思暮れだった木々は、葉が吹き飛ばされ、幹だけが残されている。また、青年期のすがすがしい草は、固く荒々しい岩に置き換わっている。泡立つ波、威嚇するような岩、危険な渦潮、土涛のような川の流れの中で、小舟は損傷し火事はすでに失われて、男は小舟の上で自信を失い、 小舟を制御することもできない。はるか彼方の天井からは、天使がまだ男を見守っている。しかし、男はそれを知ることはなく、できるのはただ天使が彼を助けるため必ずそこにいる、と信じ続けることだけである。これについて、コールは、困難は、創年期の特徴である。幼年期には、煩わしい気苦労はなく、青年期には、絶望的な思いなどは存在しない。 私たちが目から人生初期の黄金のベールを剥がしたとき、現実世界の困難を知ることになり、そして深いく永続的な悲しみを感じる絵画の中の悲しげな日食のような色調、相反する要素、嵐によって引き裂かれた木、これらはみんなグイであり、ぼんやりと見える海は、旅人が今近づきつつある人生の終焉を象徴すると述べている。壮年期の絵では、 対角線が強調されている近づきがたいまで突き出た岩、その隙間を曲がりくねり、泡立ち流れる激流が断崖の上からすべてのものを押し流し、運び去る。この岩に挟まれた極端に狭い水路が緊張感を高め、絵の観察者にこの小舟がこの激流を無事に渡り切れるかを判断させようとする。さらに、上空の暗い雲間からは悪霊たちが小舟を見下ろしている。 そして遠方の背景、海と夕焼け色の空が出会うところにはわずかに水平線が見られる。これは絵の中の唯一の水平線であり、さもなければ暗くて怖いシーンの中で、孤独な水平線と温かみのある色の組み合わせは、絵の観察者の目を何度も繰り返して引き付ける。コールの作品に、しばしば未開の荒野と、その危険性の象徴と使用される、ねじ曲がり、 不思暮れ立ち腐った木の幹のシルエットが岩や川の対角線の反対側にあるのが目を引く。視線は右側の木の上にあるロート状の雲から中央上にかけて存在する今にも降り出しそうな空模様に移りさらに雲の下方に向かう円弧状の雲に沿い再び川もに導かれる。前景の野生のシーンの混沌と混乱の中、人は静けさの可能性を垣間見ることができるが、コールは 画の視点を中央右側のこの少し下に置いている。老年期最後の絵、老年期は死のイメージである。川の流れは穏やかになり、永遠の海へと流れ込む。画面からは風景がほとんど消え去り、暗い水面の前方にある、わずかばかりの荒々しい岩がここが、地上世界の橋であることを暗示している。戦場の旅人は人生の試練を生き抜いたが、 すでに老齢に達している。ボロボロの小舟からは、選手像と砂時計が失われ、年をいつかれ果てた旅人の地上での時が終わったことを象徴している。遠くでは、天から天使が降りながら、男のそばでに浮かぶ守護天使と身振りで合図を交わしている。男は、信仰が人生の旅を通じて、彼を支えてきたことを理解し、再び喜びにあふれた。 コールはこの光景を肉体的存在の首引きから解き放され、心はすでに不滅の人生を垣いまみると記述している。この絵はスウェーデンのドゥームメタルバンドキャンドルマスのアルバムナイトホールのジャケットとして使用された。1800から1830年代第二次大覚醒と呼ばれる信仰のリバイバルを経験した米国では人生の航路が評論家及び公衆に広く受け入れられた。 さらに、トマス・コールの死後ジェームズ・スマイリーによって4つの絵画の版画版が作られ、第三次大覚醒時代にも広くルフし、今日でも高い名声と人気を博している。コール自身も人生の航路の完成後に再びヨーロッパを訪れ、その後1843年に帰国してからメソジスト、監督協会に改修する。そして、種まきと借り入れ、生、死、不滅といった、 宗教色のより強い作品へ傾斜していった。ありがとうございます。